じっくり煮込んだ鶏肉は台湾の年越し料理に欠かせない一品です。あとこの煮込んでいるつやつやな豚もも肉のも定番。そして古くからの手法で作られたおこわが芳しい、どれも料理長の自慢料理。台湾で著名な料理長が多いことで知られる高雄市の内門空は、旧正月を控え数万件の年越し料理の予約注文で大忙しいです。作りきれないと判断して予約注文を受けない料理長もいれば、未明から夜中まで注文の料理を作る料理長もいるという。これはお客さんに最も本格的な宴会料理を提供したいからです。料理長の話によると、豚もも肉の煮込み、深入れあんかけ海鮮スープ、また揚げ肉団子とぶっ飛びスープが一番人気。テイクアウトの客だけでなく宅配注文もたくさん。旧正月を控え内門空の料理長はみんなニコンの手も借りたいほど忙しくなっています。